Hello, This is Hiroshima-City Hayashi, h a Japan n a ナ c a Theory n a ナ c a 理論2年前に n a ナ c a 理論を提唱しました。以後、私自身がですね、その n a ナ c a 理論を使っていろいろな謎を解くことができました。で、今日はですね、ランウェイ、いわゆる滑走路について、まあ、まとめてみたいと思います。n a ナ c a 理論です。 まナスカには無数のこうした直線が描かれているわけですけども、場所によっては、凸凹の、まあ、大地の上にですね、わゆる空から見て、進直線の、えー、線が描かれているということですね。そして空の線が、まあ、複雑に入り組んでいるということです。で、まあ、もちろんこれは滑走路ですけども、滑走路説は、シェチンの時代からありましたけども、まあ、具体的にそれを証明してまいりました。ランウェイです。 まあ、細くて長いランウェイがありますが、細くて長いランウェイは、まあ、古い遺跡、特に重要な遺跡へ行くランウェイです。他にも逆三角形、四角形、そして、複数のランウェイが重なっているところ、分かれているところ、いわゆる細かいランウェイがあるところ、あるいはいろんな形のものがあります。えー、特に最後の、まあ、ランウェイはですね、えー この一つのランウェイでいろいろな方向を示しているということですね。それらについてこれから順に説明していきたいと思います。まず、細くて長いランウェイですね。があります。これは重要な拠点、あるいは、あの、古い遺跡に多いですね。で、このランウェイ、例えば、ナスカにはグランド中ューと呼ばれているランウェイがあります。 で、この縦線なんですけども、これはポポカティペピティ、いわゆるテューティワカンのすぐ近くにある、まあ、最高峰の山から引いてきた線です。寸分の狂いもなく重なります。そして横線はですね、えー、エジプトの江戸フ神殿です。で、ナンバー2のランウェイです。このランウェイは、あの、逆三角形になっていることに、まあ、台形ですけどもね、注意してください。 逆三角形ですね。まあ、そういうふうに考えてください。なぜ逆三角形かということなんですけども、それはその、この後に説明しますが、このランウェイの場合は、両側の線がそれぞれの方向を示しているということです。右側は、うんこ左側は、モ門です。ですから、写真を比べてみてもわかるように、 両方、その双方はですね、区別がつきませんね。同じコンセプトで同じエリアが関与して作ったものというふうに考えています。で、このなぜ逆三角形かということについてですけども、この今言いました、運門と、う行、ん、と龍、両、流、のプラットフォーム、ランウェイを見てください。で、これをですね、下の方の出発点に立ってみます。そうしますとですね、えー、逆三角形であったランウェイがこのように長方形に見えるということなんですね。 なわち、まあ、あのー、エイリアンのクラフトの視点から見ますと、なぜ逆三角形であるかが、これで皆さんにも分かっていただけると思います。あ左側が上空から見たランウェイ右。右の方が、右がですね、えー、スタートポイントにた立った時に見えるランウェイの形です、まあ。こういうふうに見ればですね、遠くも正確に、まあ、このランウェイは、まっすぐとそちらの方を示しているということが分かるわけです。ランウェイ3の話をします。 ラウェイ3はですね、まあ、長方形、あるいは、あの、 四角形ですね。の形のものです。この場合はですね、方向がよくわかりませんので、点、々と、まあ、黒い点で書きましたけども、マウンドが作ってあります。例えばこれはバーミアンから引いてきた線ですけども、バーミアンの線の先のところに黒い点がありますね。そして入り口のところもあるんですけどもね、かすかに。まあそう、これはなぜかと言いますと、こうしたマウンドが作ってあるわけです。このマウンドをあの、いわゆる目印にして、まあ、方向を正確にたどるということですね。枝ばかりしていくときもこのマウンドを使っています。 これが、まあ、このランウェイの特徴です。このランウェイ4です。これはあの何本かの線が、複数の線がですね、一つの方向を示しているというケースです。ただ、あの別々の場所で、例えば平場イは2本、それからラクルムは4本というふうにあります。まあ、これはあの あの、ウラウン山から引いてきた線ですけども、えー、ウラウン山からの線はこのように、もまたたくさんありますよ。あのー、このあたりにいっぱいあります。もう一つ別に、あのー、しっかりとしたプ、プラットフォーム型のランウェイもあります。それだけ、まあ、フラウン山が重要な拠点だったことを示します。ランウェイ5です。これは一つのランウェイからですね、枝分かれして、まあ、それぞれの方向に、まあ、あのー、ランウェイが伸びているというケースです。この、この場合も先ほど言いました、マウンドが一つの基準点になっています。 で、これは、今、平和洋から引いてきた線ですけども、平和洋からのランウェイは、古いのと新しいのと2つあります。あとでもう1もう一箇所出てきます。で、こうして、まあ、あの、ランウェイが枝分かれしているということですね。ランウェイ6です。 これは細かいランウェイがより,よりあさ、より集まっているところです。で、こうしたこのランウェイはですね、あの、一つのこの場所がですね、いろんな方向を示しているということなんですね。右がその例なんですけども、このち、このランウェイは短いですね。それから、あの、より集まっています。これはあの、万里の頂上から引いてきた線ですけども、こうしてその、それぞれの拠点からこういうふうに集まる。まあ、どれがどれということはと、あまりにもごちゃごちゃしていまして、特定できませんでした。ランウェイ7です。 二つのプラットフォーム型のランウェイがより、あの、重なっている場合もあります。この場合はですね、やはり黒いマウンド、点がマウンドになっています。そして、ま、真っ直ぐ上は、ヘーバよ。そして、右へ行けば、あアユテヤと行きます。両方とも彫刻でよく知られています。上へ行けばヘーバよ。右へ行けばアユテヤです。 ま、このようにですね、あの、あの、もう一つは、あの、右上から斜めに引いてきた線は、ルンビニ、それからラホール、それからアテネを通ってきた線です。ラホールではやや30キロほどのエラーが出ます。ランウェイ8です。ナンバー8です。両方のランウェイを示すケースがあります。これは、あの、ギザー、それから下へ行けば、イースター島のランウェイがそうなっています。もう一本、あの、今言いました、その、ガンダーラから、あの、 えー、ルンビリから引いてきた、あのー、ランウェイですけど、反対側に行きますと、キナバルへ行きます。で、これはあの上へ行きますと、ギザ。いわゆるギザから引いてきたんです。下へ行きますと、イースター島へ行きます。ただ当然でして、えー、ナスカはギザとイースター島をつないだ、その新直線下に作られました。ですから、こうした直線、滑走路があっても六しがありませんね。その途中にインキを行く、えー、ランウェイがあります。ランウェイ9易です。これはあの、高い東京さんがあの別のゾーンで見つけてくださったあ ランウェイですけども、右の方行きますと、今出てきますが、はい、エ,エレファンタですね。インドのエレファンタです。そして、洞窟寺院です。そして、左行きますと、バンカークです。このあたりに、南アジアのからの拠点からの、のいわゆるその線が集まっています。ランウェイ、ナンバー10です。ランウェイ10です。これはいろいろな、その、まあ、ランウェイが複雑にまあ集まっている。 こういうふうに、まあ、そのこの場合はあの真ん中を通るというよりも側線を通るケースが多いですね。で、まあ、それぞれ関連性のある遺跡へとつながっていきます。まああのー、全部全部あの調べきったわけではせんので、これからさらに調べていきますけども、エイブベリー、それからあーシナイザ山ですね。えー、モーゼ山とも呼ばれていますけども、それからマチュピツですね。 それから奇妙、興味あることに、この下に線あるのが富士山と桜島です。で富士山の先には、あの富士山を示すランドマークがあります。富士山という日本列島ね。で、こうして、まあ、それぞれの方向を示しているということですね。まあ、次に、ランウェイ11ですけども、あこんな変わったランウェイもあります。まあ、これは、あの、ナスカの宇宙飛行士。 Nasca's, Nasca's Astronaut と呼ばれてますけども、ありますね。このこれもランウェイの一つです。そしてこれはまっすぐへ行きますと、ギザのエジプト行きます。なあ、逆にギザのエジプトからここへ引いてみられると分かりますよ。アタカマのジャイアントもそうですし、それからブラス、ブラスは北極ですね。あの、もう北、あの、向いています。ということで、続くビデオ動画かご覧ください。Thank you very much and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, Hammamacity Japan. USA in Nasca, 広志林 's Nasca Theory.Nasca の USA, 林広氏の Nasca 理論。常識などというものは18歳の時までに持った偏見の塊であると言ったのはアインシュタインです。USA です。ここがプライスインタグリオス。そこから、0. 0.000 00度で北に向かいます。そこにバリオファイアがあります。 カウフキアマウンドです。サーペントマウンドです。そして、その延長線上にワシントン DC があります。場所が先に決まっていたということですね。で、大占領マウンドですね。サーペントマウンドから大占領マウンドに線引きますと、大占領マウンドを真っ二つに、2つに割ります。途中、比叡山清水寺を経由します。で、 ナスカの線と言いますか、その前にアメリカの、まあ、その線をですね、調べてみたいと思います。ラインティオリーです。で、まあ、赤い線が、0. 0.000 00度で北極に引いた線というふうに考えてください。ブライス・インタグリオスです。そこにバリオファイアがあります。真っ赤な大地、谷という意味です。そしてカーキアマウンドがあって、 サーペントマウンドがあります。その延長線上にワシントン DC がありますが、ワシントン市は大変大きな町ですから、えー、場所が特定できていません。それから大占領ですね。サーペントマウンドから線を引きますと、その線は大占領を二つに割ります。で、それぞれの地点からナスカに線を引きます。ブライス・インタグリオスから。バリオ・ファイアから。 カウフキアマウンドから、サーペントマウンドから、え、ブライス、カウフキア、サーペントは新一直線上にあります。カウフキアでのエラーはありません。で、ナスカを見てみます。USA in Nasca です。ここにあるのが、これが、ブライス、インタグリオスから引いてきた線です。滑走路があります。その反対側が、 バリオファイアです。そしてここにはカオフィアからのカストロを向かうカストロがあり、そしてその横にはサーペントマウンドへ向かうカストロがあります。綺麗に重なります。そして大変奇妙なことにワシントン DC からのカストロもあり、ここには大占領マウンドからのカストロもあります。細いカストロですけども反対側が東大寺からです。 そしてこれらの4社がですね、6社がですね、このようにきれいにここに並びます。特に大戦量、顔吹キア、サーペントはほぼ等間隔であることに注意してください。結論は簡単です。アメリカの遺跡、現在私たちの遺跡と言っているものも、こうして幾何学的に、かつ数学的にきちんとアレンジされているということです。それをナスカ理論に従ってナスカで、えー、証明いたしました。 なあち、7, 8, これらの線はですね、点はですね、えー、エイリアンによって、もちろん宇宙から地球を見ることができる人によって、計画され、アレンジされたということです。それともあなたは、謎の迷路の中で、ウォーサーをしますか、uh, ?Thank you very much for watching and see you next time. b y e h e l l o This is Hiroshima t Japan.December the 28th, 2014.Why Japan? なぜ大占領なのかその答えの一つがここにあります。大占領マウンドです。大占領マウンドから270.00、まあ西に行きますとクロスポイントチャイナに行きます。そして、 右下に行きますとニュージーランドのルアペフです。そして右上に行きますとアメリカのサーペントマウンドです。その間の角度はこのようになっています。計算しますとこうなって正確に120.0、いわゆる3等分しているということですね。ということをご理解の上続くビデオをご覧ください。 Hello, this is Hiroshima Hayashi, h a m a City Japan. 大占領 mount a n line theory.What is 大占 for? ライン理論で証明する大占領。何のために大占領はあるのか大占領の謎について今日は話します。大占領とは何なのか何のために大占領はあるのかその答えを 話してみたいと思います。まず、ライン、理論。大占領とニュージーランドのルアペフ山を線でつなぎます。次にアンコールワットとイースター島と線でつなぎます。アンコールワットからイースター島、その途中にキナバル山があり、そして クロスポイント南太平洋があります。そのクロスポイント南太平洋から120.00で東北に向かって線を引きます。その線はまっすぐとサーベントマウンドに向かいます。北アメリカ大陸に入り、 ブライス・インタグリオスを通り、カオキアマウンドを通り、そしてサーペントマウンドをやってきて、その先にワシントン DC があります。場所が先に決まっていたということです。サーペントマウンドから今度は大占領に線を引きます。大占領にやってきました。 注意深くご覧ください。サーペントマウンドから引いてきた線は、大線量を縦に正確に2つに割ります。途中で比叡山を経由します。この線がサーペントマウンドから引いてきた線です。 ナスカ理論で証明いたします。ナスカです。大線量からの滑走路はあります。次にカオキアマウンドから線を引きます。滑走路が見つかります。そしてサーペントマウンドです。大変興味深いことにワシントン DC からの滑走路も見つかります。これら4社は 一つのプラットフォームから出発しているのがわかります。拡大して見えます。右から大仙量、カオキア、サーペントマウンド、それからワシントン DC です。ほぼ等間隔に並んでいることに注意してください。緯度計度はここに示しておきます。で、そのサーペントマウンドからの直線に注意してください。その直下に渦巻き模様が見えます。これは渦巻きではありません。 サーペント、すなわちヘビです。これら4者はナスカ理論によって相互に関係していることがこれで証明されました。次に、これが大占領ですね。右上から来ている線が サーペントマウンドから引いた線です。そして、ルアペフ山に引いた線がこの線です。その両者の間の角度は120.0です。そして、270度で西に向かうと、クロスポイントチャイナに向かいます。このように、 それぞれの地点がそれぞれに関係し合っているということです。となると皆さんはなぜサーペントマウンドなのかなぜサーペントマウンドがここにあるのか何のためにどうしてということをお知りになりたいと思います。それについては続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello! This is Hiroshi Hayashi, HaMama City Japan, Secret and Mystery of Serpent Mound USA. In Japanese, サーペントマウンドの謎と秘密について、ビデオ化しておきます。このサーペントマウンドは何のためのものなのかなぜここにあるのか、まあ、私の考え方はとてもシンプルだと思います。まあ、あのぐるぐるっと右の下の方に巻いたところありますね。これがあの、 いわゆるその、基準点にと考えます。そしてその、ぐにゃぐにゃぐにゃと不自然に曲がった蛇ですね。で、とぐろをいてる、巻いてるわけじゃないしっていう感じですけども、これはあの、エイリアンがあちこちで使う手法なんですね。そしてあの、いわゆるその、 点をね、カモフラージュするために蛇の絵を描いて分かりにくくしたということなんです。まあこれはあの、これから説明していきますけども、このナスカから、あの、重たったね、世界中のキーポイントから点を引いています。そうしますと、この、下がの、くるくるっと巻いたところで上の点へ繋がりますね。そして、こういうふうにあの、点をあの、カモフラージュするために蛇の絵を描いたということなんです。これ、テオジーカンから引いていますと、ちょうどくるくるっと巻いたところから、やっぱりこの丸いぐにゃっと曲がったところに点が来ますね。 で、次に今度は北極から引いてみますけども、北極もそうなんですね。あの、くるくるっと回ったところに線を引きますと、ちょうど目のあたりに来るわけです。まあ、目かどうかわかりませんけども、この辺に蛇の目があり、口があり、そして卵を口に加えてるんですね。この卵も基準点になっています。このギザのエジプトから引いてみます。今度ギザ,ギザのエジプトから引きますとあ、やっぱりこのくるくるっと回ったところかと、その先ほぐにゃーっと回って真ん中に来てますね。ここが重要なポイントなんです。というのは、ここがあ、まあ、あの、彼らの 地図なんですね。で、も返事だろうもそうなんですね。で、中心ってから来て、この、あの、真ん中の点がそうですね。あの、三つ書き込みますけど、真ん中の点とぐるぐるっと曲がった点がそうです。それから真顔ですね。トンコーです。このバックオークスもあちこちの基準点になっています。ただ、まあ、あの、これはね、ここではちょっと違うかもしれませんっていうのは、先ほど目の位置とちょっとずれてるんですよね。ですから、まあ、ま、あ この、あとではる、全てがあるわけじゃありませんので、あの、罰を靴は、後で除外いたします。それから、このカ,ルカラクルム、蛇の王国と言われている、ティオイティアカンをノぐ大きさのピラミッドが最近、えー、今からまだ十数年前に見つかったんですよ。でも、それも、やっぱりこの点のところで作ると。イースタートーそうなんですね。くるくるっとまだとこから、この角のところへ来ているわけですね。こういうふうに、こう、なんて言いますか、カットとか、そう下の方が正確かもしれませんね。下の方だったらちょうど真ん中通りますから。まあ、要するにこうした点を、あの、 中心、基準点と、それのぐにゃぐにゃぐにゃ,にゃ,にゃ,にゃと曲がったところとつなぎますと、こういうふうにみんなきれいに入ってくるわけです。あのー まあ、あこの手法はですね、ここだけ見ると、なんで林はですね、こじつけているだけじゃないかと思われるかもしれませんから、もうさらにやってみますと、インディアンヘッドも、まあ、インディアンヘッドはですね、あの、上の方の卵の部分の中心部から来ていると私は考えています。あの、二つ基準点があるんですね。上と下とね、出ないとあの、全世界を網羅できませんので、あの、下だけだと90度の範囲で終わってしまうんですよね。これプレイアピーヒアも同じようにあると。あ今度、プレイアア系は、あの、 いわゆるその東半球っていうかね、ここから見ると東、西半球ですね。ごめんなさい。で、とあえあの、大占領はですね、これはどうしてかね、これあの、サーペットマウンドと関係あるかというと、まっすぐにあの、サーペットマウンドの線が、ね、あの、大占領二つにもあるんですね。それで大占領、それからカフキアマウンド、サーペットマウンドはナスカで一点に集まります。ついでに言うとワシントン DC も一点に集まります。カフキア、ここはカフキアマウンドですけども、これもやっぱりこう、こ,これはあの、点と点をつないで、ちょっと、このカフキア、 マウンドについては厳しいかなっていう感じはします。まあ、しかし、まあ一応皆さんに紹介しておきます。あの、カフキア、それからサンペットマウンド、ンそれから、あの、ブライス・インタグリオスは一、一進一蓄戦でつながります。これは何度も、あの、最近説明してますけども。このようにですね、サーペントマウンドは、実は方向を示してるんだと。あの、どなたかアメリカ人の論文を見ましたら、これは日没、あの、下詞、えーっ,とえー、っと、春分当時だったかな。 えー、ごめんなさい。何かあの、その、方向を示しているってい、うん、あの、天文観測のためにこんなもん作りませんね。常識で考えてください。そのもん、庭先に石ころ置いておけば済む話ですから。これはブライス、あの、皆さんそうですよ。あの、ラスカでもね、あの、し、なん、あの、旬、えー、っと、当時の時の太陽の日没とか日の出とか勝手なこと言ってますけども、そんなことだったら庭に石ころ置けば大体とわかることなんです。これがブライスインタクリオスなんですね。 で、これもその、やっぱり点をカモフラージュするためにこの人間の体を描いたんですよ。そしてこの点を繋ぎます。逆に点を引いあの、手打てから線を引いてみるとぴったり重なりますから、これはメサベルでですね。U は U、ミスペリングです。ノース、これは北極です。あの、北極から引いてきた線です。これがあの、あモヘンジョろうから引いてきた線ですね。で、こういうふうにこの点と点をうまく、巻、ま、くてかあの、こうしてカモフラージュするために、あの、 あえてこういった不自然な人間を描いて、そしてその、だって点だ,点だけじゃ分かんないでしょですからこうして人間を描いて、これはね、チザですね。あの、チリのチザでも同じ手法を使っています。これはクロスポイントサウスアフリカ行く、あの、ラインです。というようにこの、使ってるわけです。さらに、あの、もう一つある、ありますけどね、あの、サンサの代食代も同じ手法を使っています。それをこれから説明したいと思いますけど、もう一つあの、皆さん、見てください。これサーペントバウンドですけど、これはあの、今の先に作ったビデオの 前に、その、今から見ると、一昨日作ったビデオでしてね、あ昨日ですかごめんなさい。まさに昨日作ったビデオでして、あの、一箇所間違っているところありますので、それ今これを話しながら訂正したいと思います。まあ、サーペットマウンドですけども、これは何であるか。それから、えー、なぜこんなところにあるのか。そして、えー、誰がこれを作ったのか。とこまあ、いろいろ謎が湧いてくるわけですけども、まあ、 何のためというか、これはもう方向指示ですね。というか誰が作ったかエイリアンですね。人間じゃありませんから。人間できるわけないんですから。あの、これがあのー、今言ったその点ですけどね。点があのー、こうあるわけですけど、この点をうまく、うまくてか、フラージュするために、この蛇の絵を描いたわけです。でないとあのー、 点だけでは分かりませんからね。まあ、点だけで分かる方法もあるんですけどね。例えば、オベリスクを立てるとか、石の塔を立てるとかっていう方法もありますけども、分かりにくいんですよね。やっぱ空から見た時には、あの、ど、の点とどの点を繋げばいいんだってなりますからね。これはナスカラインです。綺麗に繋がりますね。目のところ、あ、卵のここですね。それから、あの、つながります。これが手を手を間からのラインです。先ほどあの説明しました。えー、っと、それと、 これがギザラインですね。これもあのちょうどあのぐにゃっと曲がったところのちょうどテーブって言いますかね。その中心部きれるの分かりますかでこれがあのギ,ギザラインで、それから、 これがマガオの線です。これは、あの、ちょっと間違ってると思います。今はまだ確信持ってませんけど、マガオラインがあ,あの、先でグリーンになってから来ますけど、マガオはちょっと見つからなかったんですね、実は。あの、で、これも表にちょっと、これは綺麗にあの出てきますね。この角を角,角で。あの、真ん中の方ですね。あの、星の位置がちょっとずれてます。あの、わかりますかあの、ちょっと、そっ今の右の星から、もう一つ左寄った後にあったところ来てますね。ですから、これ間違ってます。えー、訂正します。それから、 もう一つの例がありますね。これがあの、ブライス・インタグリオスですけども、これはあの、ここ、一週間内で何度も皆さんに紹介してますので、うんざりなさる方もいらっしゃるかもしれませんけども、えまあ私は正直言います。正直言います。あの、このブライスのインタグリオスにしてもですよ、サーペント・マウンドにしても、アメリカ人のね、考古学者が何十人も何十年も、あの、研究し続けて、なんでこんな簡単な謎,謎が解けないんだろうって、私は逆に不思議に思いますね。あれは解けなかったんだろうと。未だに右往左をしてますね。まあこれはあの、ノースポールから来た線です。 あのー、で、これが、あのー、モヘンジョタルからの線です。そういうことはよくありますね。なんでこんな簡単な謎が解けないんだろう。ナスカラインにしてもそうでしょ仮想、仮想路説はあるんですけどね。その謎がなぜ解けなかったかということなんですよね。まあ、そっちが言えば簡単なこ謎なんですよ。道卓についてもそうなんですよ。私、まあ、やめましょう、そういうことはね。まあ、とにかく俺は、あの、これ、あの、クロストポイントアフリカに行く線です。 まあこういうふうにこのなってますか、らそれぞれの点をつなぐと、それぞれの拠点へ行くということです。もう一つの例が実はあるんですね。それがサンサの大食代で、先日のも紹介しましたけども、 あの、この、まだこれいろんな点があるんですけどね、あの、あと、他の細かいところにつなげますとね、こじつけだってすぐ言われますんで、あの、やめました。で、まあ、大きなね、皆さんご存知の拠点とつないでいました。クスコライン、それからプーマプーンク、あの、パ、あ、チワナクですね。そして、あ、チワナクの中のプーマプーンク、プーマンプーンク、プンクが通電に行ってきますから、爆風で飛んでるんですよ、みんな。あの、ナスカライン、爆風で吹っ飛ばされて壊れてるんですよね。 これはナスカイラインです。あの、また興味のあると見てください。これは南極行くラインです。このようにですね、この点をつないで、そしてそれぞれの方向を示しているということなんです。ということで、まあ、あの、はい。ということで、ちょっとね、早口で喋って申し訳ありません。これはあの音楽だけで済ますビデオだったんです。では、さよなら。Goodbye! See you again next time! Bye!Hello! This is Hiroshihaya Shi Hammam City Japan. Homeland for people from Mars, my y of Valley of Fire. 火星から来た人たちの故郷、謎の火の谷。今日は謎の巨人の話をします。道路標識。地球には4人の巨人がいます。1人はナスカ。ナスカの宇宙飛行士です。UK のサン・アッバス・ジャイアントです。そして、 アタカマジャイアントですね。で、もう一人は USA のプライス・インタグリオスです。これらの4人は何のためにどうして地上にいるのでしょうか今日はその謎に挑戦してみますが、これらはまさしく道路標識なんですね。が、考えてみるとおかしなことですね。 エイリアントもあるお方,お方がですね、なぜ地上に道路標識など必要とするのでしょうか人間だってナビゲーターは持っていますよね。何のために、どうして、なぜ彼らはここに立っているのでしょうかその前に、これらの4人について調べてみます。ギザのピラミッドから線を引いてみます。ナスカの 宇宙飛行士です。まっすぐと縦にあります。ということは宇宙飛行士はギザのピラミッドを示しています。UK のサン・アッパス・ジャイアントです。ここにはルンビニから線を引いてみます。釈迦の生まれ育ったルンビニです。この立っているものは正確にルンビニを示しています。そしてアタカマジャイアント。ギザのピラミッドから線を引いてみます。するとその線はまっすぐと アタカマルジャイアントを割ります。ということは、アタカマルジャイアントはギザを示しています。で、ブライス・インタグリオスは簡単ですね。北極から線を引いてみます。北極点からね。なあち、これらの4人のジャイアントは、それぞれ4つの拠点を示しています。が、ちょっと待ってくださいね。で、もう一度喋べり直してみますと、これらの4人の巨人は、 別の場所を示していることがわかります。なあち、ギザのピラミッドの方向を示しながら、実は、えー、オランティタンボを示しています。その真直線下にオランティタンボがあります。それから、サンアッパスジャイアントは、ルンビルを示しながら、カスピシ海の東岸の砂漠地帯のどこかを示しています。まだと場所は特定できていません。そして、アタカマジャイアントは、 ギザのののピラミッドを示しながら、その途中で、残ったブライス・インタグリウスは北極の方向を示しながらどこを示しているかという問題が出てくるんですね。で、今日はその問題について一つの例として考えてみます。ブライス・インタグリウスの巨人は何を、どこを示しているのかという問題なんですね。しかし、その謎は簡単に解けます。 ネバダの火の谷ですね。で、ブライス・インタグリオスから0.00度で北に線を引いてみます。その線は、進捗線に火の谷へ向かいます。ここが火の谷です。真っ赤な大地ということから火の,の谷と呼ばれるようになったそうです。 まあ空から見るとそれほど赤くは見えないんですけどもね、写真の中には真っ赤なものがあるんですよ。ここなんですね。この日の谷の、まあ、山の頂点からナスカに線を引いてみます。こういうケースの場合、一番高いところの頂点から引いてみると大変わかりやすいですよ。ここがナスカです。この滑走路の向かって右側の方を見てください。 まっすぐと線が重なりましたね。ということは、この滑走路は火の谷を示しているということなんです。もう一度やってみます。緯度経度はここに示しておきます。で、今度は反対側。今の滑走路、同じ滑走路の今度は向かって左側です。ここを注目してください。この線は実はプライス、インタクリオスから引いてきた線なんです。重なりましたね。これでもう確定的ですね。 必要十分条件を兼ね備えました。なあち、これの滑走は右はバリオファイ o 左はブライスインタグリウスを示しているということなんです。こうしたケースは他にもあります。左の方がアタカマライン、そしてこれがサン・アッパースラインで、同じようにまあこの辺に 巨人の空の線が集まっています。丸のところで重なっていることに注意してください。では、ナスカ理論をもう少し説明します。同じプラットフォームで似たような場所を示すケースは多いです。ユンギャン、それから左がリュウモンです。ですから見た目には区別がつきませんね。同じエイリアンが同じように関与したということなんです。それから、カラルと、それから、シカンです。これは二つも、 同じエイリアンが関与しています。ですから同じプラットフォーム、ランウェイから出発しています。それぞれ移動経路はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。そして、大変面白いことに、これが富士山から引いてきた線。左が桜島から引いて,引いてきた線です。 あるんですよ。そして、富士山から引いてきた線は、この奇妙な形をした地上への上を横切ります。これは日本の本州を示しています。そして、線と線が重なったところがちょうど、日本の富士山の位置と一致します。これは、ナスカの中の日本というテーマで、以前ビデオを作りましたので、詳しくはそちらの方でご覧ください。 わかりますか正確に、一見雑な絵のように見えますけれども、正確に富士山の位置、それから日本の本州の位置を示しているのがわかります。なあち、左が富士山からの線ですよね。そしてその横切るところに、ちょうど日本も、日本と言いますか、本州の日本が、あ富士山があります。では、火の谷に戻ってみます。 この日の谷をご覧ください。誠にもって、なんて言いますか。はい。奇妙な山であります。そして山の、えー、やや北側ですかね。こんな、まあ、自然にできたとは、とても言い難い。平らな土地がやっぱりあるんですね。なぜ平らな土地か、もう皆さんお分かりですね。着陸台なんですね。 ここには勝手巨大な UFO、彼らの乗り物が着陸したと考えられて、考えています。そしてこの死の谷の写真をよく見てください。で、この死の谷、えー、木も火の谷とでごめんなさいね。えー、サラデコイパサと見比べてみます。 ボリビアのサラデコイパサです。これは以前、火星人のから逃れてきた人たちの故郷であると証明いたしました。この、えー、サラデコイパサの大地と、そして火の谷、バレーオファイアと比べてみましょう。上がサラデコイパサ。下が、えー、ァバレーオファイアです。 色を落としていますと区別がつきませんね。ということは、これらが、これ、こうした土地が彼らの好みなんですね。では、ブライス・インタグリュスの答えを示します。先ほどここにクエスチョンマークを書きましたけども、ここに書く、おお置かれるのが当然火の谷ということになります。Valley of Fire になります。そして、えぇ、ー、Elongated Band, c o n h e a d m a ですね。 カスピ海の東、それから、あーアタカまでも活躍しています。そして、多分、アメリカにもいたのでしょうね。ということにな,るなります。なあち、これらの人たちは、これらの絵を描いた人たちは、火星からのエイリアンということになります。そして、人間よりははるかに利口であったにしても、いわゆるロークラスのエイリアンであったということなんです。ですから彼らは、 道路標識を必要としたんですね。まあ、エイリアンの世界ではですね、こう言ってるんです。俺たちは低層階級だからな。だから高度なテク,テクノロジーは持ってないんだよ。また作れないんだよ。またな、その高度なテクノロジーを交換することはエイリアン同士では固く禁じられているんだよな。人間の皆さん、エイリアンが簡単に知を与えてくれるなんて思っちゃダメだよ。と、火星からの エイリアンは、そう言いました。ということで、今日の話を終わります。楽しかったですかそれでは、Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s e Japan.Japan is a land for gods.I say, Japan in Nazca. 日本は 神々の国だった。ナスカの中の日本。It's my pleasure that I can prove what I'm saying here is correct and true with evidence. そのことを証拠を添えてこのビデオの中で証明いたします。まさに日本は神々の国であった。その証拠がナスカ平原に残っていました。 私のことを疑う前にどうか続くビデオをご覧ください。あなたも私の言っていることに納得するはずです。日本列島を示す地上絵があり、その横には日本の滑走路が走っていました。一本は日本の桜島、もう一本は日本の富士山です。位置も一致しています。 どうかご覧ください。Thank y o u h e l l o this is Hiroshihaya-shi-hama-masi-japan.Japan Japan was a land for gods.Evidence and proof on Nazca theory. 日本は神々の国だった。ナスカ理論による証拠と証明です。 私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。馬鹿げているというふうにね、あの、言う前に、10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、まあ、平原と言いますか、高原ですよね。このナスカ、高原の、平原のですね、 一角に滑走路があります。この滑走路です緯度経度はここに示しておきますから皆さんご自身でご確認くださいこれが桜島です鹿児島湾の中にありますこれが富士山ですこのあ 看護師島の桜島と富士山から線を引いてみます。ブルーの線は桜島から引いてきた線です。上の黄色い線は富士山から引いてきた線です。こうして2本の線が並びますけれども、ここに奇妙な絵があります。 これをぐるっと回転してみます。半時計回りに回転してみます。こういう形になります。この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そして、 この形を比べてみますと、一見雑なように見えますけども、正確に日本列島の本州を表していることがわかります。そしてこの緑の線は富士山から引いてきた線です。そしてこのナスカの標識とここで重なります。その位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します。橋と橋をつないで、そして 富士山のあるところをつないでいます。すなわち、富士山からの緑の線、左のですね、ナスカの線は、正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになります。では、この赤い部分は九州なんでしょうかそれともそうではないのでしょうかその答えは実は、前方後円墳にありました。 これは前方後円墳と呼ばれていますでは前方後円墳がどういう意味を持つのか皆さんにお話したいと思いますが林哲也さんがですね、えー、掲示板の中に、えー、前方後円,後円墳とですねアフラマザーのがですね真剣、すなわち王権ですね いわゆる渡すその和とリボンのついた和に似ているということを教えてくださいました。これがアフラマザーの和と、それからリボンですね。リボン・リングというふうに表現されています。そしてこれは、シンボル・オブ・キングシップというふうに英語ではされています。王権ですね、えー。いわゆる地球、地上のですね、統治権を人間に渡すときに、これをまあシンボルとして アフラマザー、神々は人間に渡していました。アフラマザーが渡しているところです。丸い輪にリボンがついているところに注意してください。丸い輪にリボンがついてますね。これが王権なんですね。で、日本の締め縄はその形をかたどったものだと考えられます。そしてそれが現在に残っているわけですね。 丸い輪にリボン、短冊ってことになりますね。比べてみてください。これでなぜ日本に締め縄があり、なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思い,いただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ、それからインカにも同じものが残っている、残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。 そして今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。こうして並べてみてください。丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、世界中で見つかっています。すなわちこれが、紙がですね、 人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわちこの土地は神々の土地であるぞということを内外にこういう形で 示したわけであります。奈八前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証しています。前方後円墳というのはですね、全国で706箇所登録されています。まあ、全部を紹介しきれませんでしたけれども、その706の 前方公園。他にもいろんな古墳がありますよ。小さな円墳も入れればもう無数にあるわけですけども、この前方公園墳がですね、あるところを調べてみますと、本州に623。そして九州に70。四国にも少しあります。それはあの、瀬戸内海沿いにあるわけですね。13個あります。数は、あのー、 まあそういうことですね。合計で706箇所で前方後円墳が登録されています。なあち、前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね。四国にも少しありますが。となると、神々は、神々の土地として選んだのは本州と九州ということになります。ですから、ナスカの標識には本州と九州が 描かれているということになります。となると、下の、左下のですね、この、まあ、グリーンで示した、あ、場所はですね、九州ということになります。九州は、まさに大きさから比べても、まさに神々の、えー、島であったということが、これでよくわかります。結論から言いますと、この、ナスカの表、えー、に書かれたこの絵はですね、まさに日本の、 日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、えー、本州と九州がですね、まあ、だ,だから、前方後円墳は本州と九州、まあ四国にはありますけども、に見られるということです。そして同時にですね、こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度、あの、富士山の線を見てください。こと自体が、 日本がですね、神々の国であるという証拠になります。いかがですかこれが私が皆さんにお見せできる証拠と証明です。Hello, this is Taka in Tokyo and Hiroshihaya Shi Japan. South Asia in Nazca In another part of Nazca, we can find dozens of runways to major footfalls in South Asia as well as India. Here is a story about it. Kono ナスカに線を引いてみますまその前に今までのゾーン A のほかに1 4キロ離れたところにゾーン B がありますこのゾーン B には南アジアあるいはインドからの直線が集まっています言い換えますとこの辺りには南アジアインドへの滑走路が集まっています 少し見にくいので、メイドを変えてご覧いただきます。無数のって言いますか、何十もの滑走路が走っているのがわかりますね。それぞれの滑走路がそれぞれの拠点を示しています。で、この中心あたりに穴があります。この 穴に注意してください。緯度、経度はここに示しておきます。その右上にエローラへの滑走路があります。視点を落としてみますと直線であることがよくわかり、この直線がまっすぐとエローラを示しているのがわかります。この黄色い線はエローラから引いてきたものです。 あとの、この続くビデオの中でエロラの滑走路が出てきますが、そのエロラの滑走路とは違います。タカイン東京さんが教えてくださいました。他にも、この辺りには、まあ何本かの滑走路が集まっています。順に見ていきます。これらがエロラからの滑走路です。 今、皆さんにお見せいたしました。次に、シギリアからの滑走路です。シギリアとワットポールは一直線に重なります。一直線上にあります。シギリアです。ワットポールです。そして、今度は、バンコクですね。 タイののバンコクからの直線ですやはりぴったりと重なる滑走路があります。そしてエレファンタです。洞窟寺院です。こうしてこの辺りには南アジアおよびインドからのあるいはインドへの滑走路が集まっています。ということを頭に入れて次のビデオ どうかご覧ください。Thank you very much and bye for n o w h e l l o this is Hiroshihayashi, Hammamacity, Japan.Alien's Masterpiece, A Mystery of e l o r a India.Its evidence and proof.Alien の、no、建築物、インド・エローラ。その証拠と証明。インドにある 出ますか？最大級の石像建築物といえばエロラということになります。これがそのエロラです。岩をですね。大きなま1、あ、つの岩をですね。縦横に彫り込んでいって、このようなまあ、寺院を作ったと言われています。高さが34メートルあります。そして極めて精緻な彫刻物で知られています。医師とのみだけで作ったと言われています。 で、そのエロラの謎を解くために、三つの地点を選んでみました。ラ・リベラとアクサムと、それからバダミです。これがラ・リベラです。エチオピアです。同じく岩を掘り込んで作ってあります。これがアクサムのオベディスクです。やはり一枚の岩、一つの岩からですね、このような塔を作ったわけですね。これがインドのバダミです。まあ、共通、 点があってますけど、まだ喋った範囲の中でね、共通性があるというものを選んでみました。で、比較をしています。ラリベラルですね。岩を上からくり抜いて作ったと言われています。で、このラリベラと、えー、アクサムのオベリクスと比べてみます。これはまあ、いろいろ精査していましたけども、今日は一箇所だけ紹介しますが、それで十分かと思われます。 この頂上と窓の部分を比較してみてください。同じ形だってことにお気づきになると思います。いわゆる共通性があるわけですね。そして今度はラ・リベラとエロラを比較してみます。共に岩を掘り込んで作ってあるという意味で建築の方法がですね、同じと考えます。 まあ、向こうに元の岩盤が見えます。向こうの側にね。で、今度はエロラと、えー、バダミを比較してみます。で、これはあの一部分ですけども、えー、バダミの残ってるこの屋根ですね、頂上の屋根と、それからエロラの、まあ、建築物の寺院のですね、屋根を見てくださると分かりますが、同じやっぱりコンセプトで作られること。 いることがわかりますでこうして4社を並べてみますとそれぞれがそれぞれにまあ共,通性をも共通点を持っているということですね。で、私はこれらにイコールマークをつけます。まあ、一応あのここを起点にしてます基準にして私のナスカリ論でこれら4社がですね、えー、エイリアン によって作られたということを証明いたします。まあ、これ、全体像ですけども、まず、エロラからナスカに線を引いてみます。左の方行きますと、ナスカですね。西です。今度は、アクサムからナスカに向かって線を引きます。次に、ラ・リベラから線を引きます。で、バダミからナスカに引きますけども、その線は、えー ラリベラからの線からと重なります。まあ一致するわけですね。で、バダミからナクサに引いた線とラリベラでのエラーはですね、えー、まあ2キロちょっとですね。下の線がバダミとナスカをつないだ線です。で、やや上にあのラリベラが見えますけども、エラーは2.4キロメートルです。で、ナスカで それを検証しています。ナスカ理論の応用です。ここはナスカですね。で、エロラの、これがエロラからの線です。続いて、ラ・リベラとバダミからの線です。この2本は1本の線となり、ここで、えー、滑走路に向かいます。そして、アクサム。ちょっとアクサムの線は小さいんですけども、補助的な線のような感じがします。それから、 見ていただくとわかりますように、これら4社はですね、ここで、まあこういう、こういった形で線が集まっているわけです。で、これを偶然というか、偶然でないというか、それは皆さんの判断にお任せしますが、私は偶然ではないと思います。で、ラリ,リベラからバダミの線、もう一度見てくださいね。これ、ラリベラからの線です。この小さなプラットフォームの上の部分を通り、ランウェイの上を通りますね。 それからこれはアクサムからの線ですけども、アクサムからの線は小さいですね。短くて、まあ、細いと言いますか。この線、滑走路の下を通ります。よく見てくださいね。そして、これがエロラからの線です。エロラからの線は非常に大きいですね。立派な滑走路があります。ということは、それだけエロラが重要な地点であったということを示します。そして、まあ、 線がですね、こうして四本の線が、まあ、こうした形で、この辺りに集まるということなんです。で、これらが、これが、あバダン、これはエロラですね。ごめんなさい、エロラです。まあ、これを見てですね、まあ、改めて見直してみて、この向こうに我、我々が神と呼ぶエイリアンが、 ご、まあ、活躍していたというふうに考えても、なんだおかしくはないと思います。ということで、今日はエロラの謎について迫ってみました。どうもご覧になってくださりありがとうございました。続くナスカリ論をどうかご覧になってください。Thank you very much and see you again. Bye!Hello! This is Hiroshihaya Shi, Hammam City Japan. The Nazca Theory by Hiroshi Hayashi It's my pleasure that I can explain about the Nazca Theory by Hiroshi Hayashi in this footage with which you can know the secret of ancient history, believe it or not. So please give me 17 minutes in Japanese. 古代の世界の歴史を知ることができます。信ずるか信じないか、受け入れるか受け入れないかは皆さんの問題です。17分間だけどうか、どうか時間をください。林博史のナスカ理論を説明いたします。上からバーミアン、ウンコ、リュウモン、ラクサンですね。皆さんはこれらの遺跡を見て区別がつきますか では簡単にナスカ理論について説明します。詳しくは私のホームページの方へおいでください。ランウェイには色い々ろいろな形があります。重要度、距離によって違います。これはプラットフォームですけども、プラットフォームもランウェイになることがあります。古いランウェイは下に行きます。ランウェイは逆三角形になっていることが多いです。 細い線でその方向を示すこともあります。一本の本線で二方向を示すこともあれば、一点を数本の線で示すこともあります。線の出口あたりにはランドマークがあります。では、実際にナスカ理論を応用してみます。ナスカ。 理論。これがバーミアンです。ヨンギャンです。ルーヤンです。ルシャンです。先ほども言いましたように、これら4箇所は同じコンセプトで作られた遺跡ですね。で、空の4箇所からナスカに線を引いてみます。緯度経度は後で示します。これがバーミアンから来た線ですけども、 プラットフォームをきれいに横切ります。これが、ユ行ンコですね。から来た線です。プラットフォームの右側。そして左側はですね、え、リュウヤン。リュウモンから来た線です。そして、細いですが、この線は、え、ラクザンから来た線です。こうして、4本の線は、このあたりに集まります。 これが龍門ですね。これがマガオ、バッコークツです。区別がつきませんね。では、バッコークツからの線を引いてみます。この線は古,く古いし、それから長いですね。そして、左の上から来ているのが、これが龍門ですね。2本ありますね、龍門は。 このように2本あることもあります。で、空の位置関係を調べてみますと、バーミアン、バッコウクツ、そしてユンギャン、ウンコウはほぼ一直線上にあります。次に、大線量を調べてみます。まっすぐ、大線量はサーペントマウンドを示しています。 カホキア、サーペントマウンド、ワシントン DC ですね。これら4箇所は密接に関係し合っています。これが大線量から引いてきた線です。細い線ですけども、細い線の上側ですね。で、これがカホキアから来た線で、引いてきた線です。そして、これがサーペントマウンドから引いてきた線です。 そしてこれがワシントン DC から引いてきた線です。場所が先に決まっていたということですよ。誤解しないでくださいね。そしてこれら4箇所はほぼ同じプラットフォームと言いますか。等間隔にプラットフォームで並んでいるのがわかります。そしてサーペントマウンドですけども、その途中に、言いますか。出口のところに蛇のマークがあります。逆三角形になっているのは出発点に立つとちょうど、なんて言いますか。 四角に見えるからで、なんですね。このように、サーペント、すなわちヘビということなんですよね。そして、プライス・インタグリオス、カフキア・マウンド、サーペント・マウンドは、新一直線に並んでいます。その先に、ワシントン DC がありますが、ワシントン DC は大きな街ですから、どこに点を取っていいかわかりません。で、この、大線量は、右上からの線は、 サーペントマウンドから引いてきた線です。サーペントマウンドからの引いてきた線は大線量を横切ります。次にギザのピラミッドとイースター島をつないでみます。私はいつもナンバー2のピラミッドとつないでいます。その途中にナスカがあります。 ギザ、イースター島をつなぐ線は、ここに見つかります。このプラッタランウェイはですね、両方向に、両方向を示すランウェイであるということです。右上,上行けばギザ、そして左下行けばイースター島となります。出口の方が広くなっていることに注意してください。上の方からやってきて、ほんのわずかだけずれますが、 原因はわかりません。これが今言いました座標の点ですね。そしてこの線をずっと下へ行きますと、だん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 細くなっていきますね。イースタートに近づけば細くなって、またイースタートの出口のこの線の出口に行きますと、また広くなっていきます。出口を広くしているのがナスカのランウェイの特徴です。ご自身でご確認ください。 ただ途中で一箇所、今丸のところでエラーが出ます。ほんのわずかです。見た感じではわかりません。次に、今度は、えー、ルンビニと、てかラホール、アテネ。ラホールはやや上の方にずれますが、アテネをつないでみます。ルンビニとアテネをつなぎますと、その途中の近くに行ますから、ラホールがあるということです。ガンダーラビ術ツの 中心地ですね。実際の地図で見てみますと、ルンビニ、ラホール。そしてその直線はアテネをまっすぐと横切り。そして、ナスカへとやっていきます。スパルダも通りますよ。あっと、オリンピアだったかな。ごめんなさい。そして、あの、この直線はここにやっていきます。あその前にあの、これがあの、 ヘイバヨですね。テラコタアーミーですね。シーガンの近く30キロ東にあります。シーガンの、テラコタアーミーの直線は2本あります。その線と点のところで重なって、先ほどルンビニからアテネを通ってきた線はここを通ります。ルンビニ、ラホール、アテネを通った線はここに、ここで交わります。ここで交わって、2箇所で交わるということですね。左下はラ、プラットフォームです。すなわち、これらの、例えば、ラホール、それからアテネ、 テラコタアミは同一エリアによって作られたということになります。ご覧ください。もう一度見てください。これらは同じエリアによって作られたということがナスカリ論によって証明できます。また、これら4箇所はそれぞれ関連し合っているということがナスカリ論によって証明できます。それから、リュウヨン、マガオ、 これらは全く同じコンセプトで同じエイリアンに作られたことが証明できます。そして、エジプト、イースタートをつないだ線がナスカにあるということは、同じエイリアンによって作られたことを意味します。それから、この3つの世界を代表する像ですけれども、これらも同じエイリアンが関与していたことを、これでナスカ理論によって説明されます。ガンダーラ、ギリシャ彫刻、そして、 平和用ですね。これらは皆同じエイリアンが関与して作っています。ナスカ理論を利用しますと、このように古代の謎を解くことができるのみだけではありません。簡単にナスカ理論について説明しておきます。 ナスカの直線についてですね、あの線が滑走路説であるという話はシッチンの時代からありましたけども、それを具体的に証明したのは林博士が初めてです。ランウェイには色い々ろいろな形があります。長方形に近いもの。これはプラットフォームとしても機能しました。細い線のもの。これは、特にこの縦の線はポプカティペティへ行く線です。オ授ワカのそばのね。 それから逆三角形になっているのもあります。これは出発点に立ちますと四角く見えるからです。細い線が集まって一方向を示すことがあります。裏ウザウ山がそうです。右のように両方向へ行くプラットフォーム、ランウェイはナスから2カ所あります。1カ所は先ほど、えー、皆さんにお見せいたしました。これは先ほど言いました。右へ行くとギザ、左へ行くとイースター島というランウェイです。途中で中間で狭くなって両方で出口が開いています。 出口が開いてますね。そして、細くなって、え、離陸点でまた広くなっています。そして、まあ、両方行く、行くことなんて、当然ですよね。ギザとイースターとの間にナスカが作られました。そして、このプラットフォームについてはですね、場所をしっかりと示すために、黒い点が見えることがあります。これはマウンド、マウンドです。このようなマウンドが作ってあります。 位置を、方向を正確に示すためです。そして、一つのプラットフォームから何本もの、ランウェイが、滑走路が走ることがあります。それぞれ関連し合っていますね。先ほどお見せしました、プラットフォームは、え、平和用と、それからアテネを同時に示しています。このように一つのプラットフォームが示すことがあります。それから、広いの、狭いの、 短いの、長いのがあります。人間にとって重要度、重要性があっても、エイリアにとってはそうでないということもありますから、えー、その人間の判断するのは間違っています。この細い線なんかは、あの、細いですね。まあ、細い、細いから細いわけです。でから、まあ、いろんな線があります。先ほど言いましたように、これはあ、ポポカティ・ペティ。それに横線は、エジプトのイドフェへ向かいます。 ポポカティピティとテオテワ間の距離は今お見せしました。これがポポカティピティですね。生産中の生産ということになります。この直線、ポポカティピティから線を引きますと、ナスカのこのグランドクラスの縦線をまっすぐと割ります。細い線がいくつか集まって方向を示すことがあります。非常に重要な 拠点に行くときにはこの方法を使います。平和用は、あの、たくさん細かい線が集まってますし、それから古い、まあ遺跡へは当然、新しい遺跡と古い遺跡の場合は、ふあの、古い遺跡の方が当然下に来ます。これを利用すれば、どちらの遺跡が古いかということを判断することができます。 これはサーペントマウンドから引いてきた線ですけども、例えば、どのように見えるか皆さんに見てもらいたいと思います。逆三角形でしたね。そして出発点に立ちますと、このように長方形に見えます。上から見るとね、逆三角形ですけども、出発点に立ちますと、 こういうふうに見えるわけです。ですから逆三角形になっています。そしてさらに方向をし正確に示すために真ん中にちょんとあるところ、点があるところ、それから両側が方向を示すことがあります。例えばこれはアジャンター、インドのアジャンターから引いてきた線です。これは平和用から引いてきた線です。あのちょうど出口のところにちょっとその黒い点があることに注意してください。マウンドがあるんですね。こうして方向をしっかりと示しています。 左がリオも右が運行です。この二つは皆さん区別つかないと思いますよ。なぜならば同じエイリアンが同時期に作ったと考えられるからです。ラウェイがその証拠ということになります。こうしてナスカリ論を応用しますと古代の遺跡の謎が次々と解けていきます。左がカホフキや右がサーペントマウンドです。細い線が今度は集合して 平行して走って一方向を示すことがあります。ウラウン山ですね。ウラウン山は極めて重要な、まあ近くのボルネオのキナバルと並んで拠点であったことは間違いありません。そしてこのランウェイは先ほども示しましたように右へ行けばギザ、左へ行けばイースター島となります。こうした両方向を示すランウェイはナスカには2箇所あります。あるいは一つの視点を示すのに えー、二つのラウェイがあることがあります。長い年月をかけた場合ですね。右二つとも、この日本は平和用を示しています。左の方がややずれます。そして、か遺跡はそれぞれ関連し合っています。アテネ育選、の線と、それから今言いましたように重なっていますね。これはテラコッタアーミー育線です。左下から来たのが、これが、 ギリシャガンダーライク直線です。ランウェイです。あタヤはこのパラットフォームをまっすぐと横切っていきます。そして延長線の先であのその関連性を示すこともあります。バーミアンと、それからリューモン。リューモンの線は一回途切れますけども延長してみますと同じプラットフォームの同じマウンドにやってくるのがわかります。真ん中にちょんとした点が見えるのわかりますね。 ですから、バーミヤンとリュウモンとも関係していることはこれでわかります。バーミヤン、バックオークツもそうです。バックオークツもし延長して、え、あますと、あの、重なります。ここで重なります。それから、出口のところには当然、ランドマークがあります。文字を、エイリアンたちは文字を持たなかったか、あるいは、エイリアンたちにもいろんな種類がいて、文字での伝達ができなかったことも考えられます。 サーペントすなわちヘビですね。これはパレンケから引いてきた線ですけども、ここにハミングバードがあります。ハチドリです。ハチドリといえばメキシコ。メキシコといえばハチドリということになります。このようにラスカリ論を使えば古代の世界の歴史を解明することができます。以上すべて林博が発見したことです。どなたも流用転用。 公用はできませんのでご注意ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshayashi h a m a m a s e Japan.Japan is a land for gods.I say Japan in Nazca. 日本は神々の国だった。ナスカの中の日本。 It's my pleasure that I can prove what I'm saying here is correct and true with evidence. そのことを証拠を添えてこのビデオの中で証明いたします。まさに日本は神々の国であった。その証拠がナスカ平原に残っていました。私のことを疑う前にどうか続くビデオをご覧ください。 あなたも私の言っていることに納得するはずです。日本列島を示す地上絵があり、その横には2本の滑走路が走っていました。1本は日本の桜島、もう1本は日本の富士山です。位置も一致しています。どうかご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshima Hayashi, h a City Japan.Japan Japan was a land for gods.Evidence and proof on Nazca Theory. 日本は神々の国だった。ナスカ理論による証拠と証明です。私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。 バカげてるというふうにね、あの、言う前に、10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、まあ、平原といいますか、高原ですよね。このナスカ高原の、平原のですね、一角に、滑走路があります。この滑走路です。 井戸経度はここに示しておきますから皆さんご自身でご確認ください。これが桜島です。鹿児島湾の中にあります。これが富士山です。このあ鹿児島の桜島と富士山から線を引いてみます。ブルーの線は桜島から引いてきた線です。上の黄色い線は 富士山から引いてきた線です。こうして2本の線が並びますけども、ここに奇妙な絵があります。これをぐるっと回転してみます。半時計回りに回転してみます。こういう形になります。 この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そして、この形を比べてみますと、一見雑なように見えますけれども、正確に日本列島の本州を表していることがわかります。そして、この緑の線は、 富士山から引いてきた線ですそしてこのナスカの標識とここで重なりますその位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します端と端をつないでそして富士山のあるところをつないでいますすなわち富士山からの緑の線左のですねナスカの線は正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになります では、この赤い部分は九州なんでしょうかそれともそうではないのでしょうかその答えは実は前方後円墳にありましたこれは前方後円墳と呼ばれていますでは前方後円墳がどういう意味を持つのか皆さんにお話したいと思いますが。 林哲也さんがですね、えー、掲示板の中に、全母公園、公園墳とですね、アフラマザーの、がですね、真剣、すなわち王権ですね、いわゆる渡すその和とリボンのついた和に似ているということを教えてくださいました。これがアフラマザーの和と、それからリボンですね、リボン・リングというふうに表現されています。そしてこれは、 シンボル o l キングシップ s っていうふうに英語では書いています。王権ですね、えー。いわゆる地球、地上のですね、統治権を人間に渡すときに、これをまあシンボルとしてアフラマザー、神々は人間に渡していました。アフラマザーが渡しているところです。丸い輪にリボンがついているところに注意してください。丸い輪にリボンがついてますね。これが 王権なんですねで日本のしめ縄はその形をかたどったものだと考えられます。そしてそれが現在に残っているわけですね。丸い輪にリボン、短冊ということになりますね。比べてみてください。これでなぜ日本にしめ縄があり、 なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思いいただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ、それからインカにも同じものが残ってる、残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。そして、今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。 こうして並べてみてください。丸い輪にリボン。丸い輪にリボン。丸い輪にリボン。世界中で見つかっています。すなわちこれが神がですね、人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。 空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわち、この土地は神々の土地であるぞということを内外にこういう形で示したわけであります。すなわち、前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証してみます。 前方後円墳というのはですね、全国で706箇所、えー、登録されています。まあ、全部を紹介しきりませんでしたけども、その706の前方後円墳、他にもいろんな古墳がありますよ。小さな円墳も入れればもう無数にあるわけですけども、この前方後円墳がですね、あるところを調べてみますと、本州に623。そして九州に70。 四国にも少しあります。それはあの、瀬戸内海沿いにあるわけですね。13個あります。数は、あの、まあそういうことですね。合計で706カ所で前方後円墳が登録されています。なあち、前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね。四国にも少しありますが。となると、神々は 神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。ですから、ナスカの標識には本州と九州が描かれているということになります。となると、下の、左下のですね、この、まあ、グリーンで示した場所はですね、九州ということになります。九州はまさに大きさから比べても、まさに神々の島であったということが、これでよくわかります。 結論から言いますと、このナスカの表、えー、に書かれたこの絵はですね、まさに日本の土地、日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、えー、本州と九州がですね、まあ、だ,だから前方後円墳は本州と九州、まあ四国ではありますけども、に見られるということです。 そして同時にですね、こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度、あの、富士山の線を見てください。こと自体が日本がですね、神々の国であるという証拠になります。いかがですかこれが私が皆さんにお見せできる証拠と証明です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, and in this footage, I would like to talk about the NASCA theory in Japanese. みなさんこんにちは。今日は、NASCA 理論の応用の仕方と言いますかね、ナスカ理論をどのように使うかということについて話したいと思います。皆さんは、この事実を知れば、ナスカ理論の正しさとその応用の仕方を 知られる、お知りになると思います。まあ、これはバーミアン、ユンギャン、それからラクサンですね。それからリュウモン。この4箇所を選んでみます。そして、ナスカに線を引いてみます。で、バーミアンの線はですね、まあ、あの、綺麗なプラットフォームがここで見つかります。経度、移動は後で示しておきますからご覧ください。で、ここで、今度上からですね、今度はユンギャン、運行からですね。運行からの線をここに引いてみます。まあ、この、それとこの線が見つかるわけですね。そして、この、 龍門の線もですね、あの、同じランウェイに見つかります。そしてここに落山があります。落山からのラインもあります。で、こうした線がですね、この辺りに集中している,いるっていうことですね。ここが大切なところなんです。で、ここの緯度、経度は示しておきますから、皆さんもご自身で、それぞれの視点から線を引いてください。で、これが、 竜炎、竜炎ですね。もう一回竜炎っていうのは2箇所ある、2本あるんですね。下が、あの、伐甲靴です。頓甲の伐甲靴です、えー。大変この、なんて言いますか、作り方が似ているというか、まあ、白、まあ私ね、まあ白と言った人ですけども、あまり詳しくない方が見られましたら、 あの、く、く、あの、区別はつかないと思いますよ。で、下の方にまっすぐ伸びていく、この、トンコの爆光骨の線は細くて長いです。それだけ、まあ、あの、古くて、重要、重大だ、重要だったってことですね。そして、竜也の戦闘ここで交わります。 ここで、まあ、あの、ですから、トンコバックオークスとか、リュウモンから線を引いてみてください。そしてですね、ここが、あの、ナスカリロンの正しさの証明するところなんです。えー、バーミアン、マガオ、ヨンギャンは一直線に並びます。マガオでややエラーが出ますが、まあ、許容範囲と言いますか、ご覧になった通りです。 これは大占領マウンドです。カウフキアマウンド。真ん中の中央を見てくださいね。それからサーペントマウンド。これは3つはマウンドです。そしてワシントン DC ですね。ワシントン DC につきましては、古代の遺跡の上に建てられたと考えられます。そしてこれらをですね、線を引いてますと、この線が、 あのー、今言いました。大線領から来た線ですね。それから赤い線です。この大線領の線はね、非常に細くて長いんですね。本当に細い線ですから、この線の下側を通ってくださいね。そしてこの線は、えー サーペントマウンド。同じマウンドですね。えー、大西洋マウンド、サーペントマウンド。そして、えー、これがですね、あの、ワシントン DC から来てる線なんです。で、ここで切れるんですけどね。これで、まあ、ワシントン DC は何らかの関係があったと私は見るわけです。そしてですね、ここを中央を見てください。サーペントマウンドと、えー、から、この黄色い線ですね。この黄色い線のところを見てください。ここに絵が描かれています。ここに、まあ、ヘビの絵が描かれてるんですね。これは、あの、螺旋ということになってますけど、何度も言いますけど、これはヘビの 模様です。すなわち道、道し、道しるべって言いますかね、ランドマークになってるわけです。これをまっすぐ行くと、ああ、ってことなんですね。エイリアンたちは、あの、上下、左右、上下のない乗り物乗ってますから、あの、別に逆さまになっても飛んでも平気なんですよ。で、カホーキア、ブライス・インタグリオス、カフキア、サーペットマウンド、ワシントン DC は一直線に並んでいます。あの、ワシントン DC の点の取り方はもちろん難しい、大きな街ですから、あの、情報の方、北方の方です。で、これが、あの、 大占領ですねで。サーペントマウンドから線を引きますと、大占領をまっすぐに、まあ、縦に割ります。まあ、このように、あ4箇所、5箇所ですかは密接に関連しているということです。次に、今度は、ギザのピラミッドと、それから E ーサートをつなぎます。その新直線下にナスカがあります。で、ナスカにも、そのギザのピラミッドと E ーサートを示すちゃんと直線があるんですね。 これがまた絶妙なところですよ。で、ちょっとお見せしますけど、まあ、ちょっと見にくいんですけどもね、これあの、あの、続くビデオの中ではあの、コードして皆さんに説明してますけども、これがあの、今言いましたギザとイースターとをつなぐ線です。で、出発点の方が幅が道があるというか、滑走路が広くなっていることに注意してくださいよ。それからこれは珍しいケースですね。一本の滑走路で両方の方向を示しているということです。 ま、井戸経度、この星のところの井戸経度はここに示しておきます。それでですね、これがあのギザから来た線ですけども、拡大していました。で、ずっと左の下の方へ走っていきます。そして、途中で陰州、陰居のね、あの、ありまして、その陰居の、その線の上には陰居のランドマークがあります。まだこれ未発見だと思いますよ。私が発見しました。あの、どんな方にも載っていません。それからこれが、あの、下の方へ行きますと、えー、イースタートへ行きます。 このように一本の滑走路で両方向を示します。ここでね、真ん中のところで少しエラーが出ます。であの、折れ曲がってると見たらいいのか、エラーなのかわかりません。で、これが、まあ、まあ、もう一本新しい線ですけど、これがルンビニ、釈迦の生まれ育ったルンビニです。そしてこれが最近発掘されました、えー、左下がですね、ナスカのピラミッド。そしてラホール、ガンダーラビーズの,あの中心地ですね。それからアテネ、えー、ギリシャ彫刻の中心地です。こうして一直線に並んでいます。そしてこの直線がですね、今、 ルンビニからラホール。や、ラホールでやや、あの、エラーが出ます。しかし、このピンクの線が今言った線です。ラホール。ル,ルンビニ、ラホール。それから、その、もう他にもありますけども、これがアテネやっていきます。この線がアテネとやってくるわけです。で、アテネから今度は、ずっと伸ばしまして、ナスカへやっていきます。そうしますと、ナスカにはですね、平和洋から来ている線が2本あります。もう1本あるんですけどもね。まあ、あの、まあ、はっきりしてるのはこの2本です。 この、これはもう、この滑走路真ん中で横切ります。そして左の滑走路はですね、細い滑走路ですけど、滑走路の向かって右側を横切ります。そしてこの横線が、今示した線が、これがルンビニ、ラホール、アテネから来てる線です。そしてですね、これらの線がそれぞれの場所で交わります。ということは、同じ滑走路から両方の文明に線が伸びているってことなんですよね。で、これが、まあ今言った、 縦線がテラコターミから来てる線です。そして斜めの横の線がですね、これがルンビニ、ラホール、アテネから来てる線です。そしてここで交わってるってことですね。今のあのルンビニ、アテネ、ラホールの線はですね、滑走路の下側を通ります。これがまあ4つの線ですけど、まあ、 は、同じエイリアンによって作られたと。まあ、ワシントン DC はね、もう遺跡が残ってませんので分かりませんけども、残っているはずです。で、これらの3つは同じエイリアンが作ったということです。そして、リオもバッグ、靴も同じエイリアンが作ったということです。ですから、区別がつかないでしょ それから、ピギザのピラミッド、セカリスター等も同じエイリアンが同じ時代に作ったということですね。そして、ガンダーラ・ビリツ、キリシャ彫刻、そして、バイオの兵士はみんな同じエイリアンが絡んで、同じ、同じエイリアンが作ったということになります。これが、ナスカリ論の応用で証明できるわけです。まあ、林博士のナスカリ論続くビデオの中では、ナスカリ論についての基本的な知識を皆さんにお話したいと思います。 ナスカはこのように、それぞれの線が、それぞれの、uh, 重要拠点を示しているということです。Uh, thank you very much, and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s e i j a p a n n a s c a Theory by h i r o s h i h a y a s h i n a s c a 理論 n a s c a とは何か 皆さんにぜひ一度はご覧いただきたい動画です。よろしくお願いします。ナスカ理論。まずナスカにはいろんなランウェイがあります。これをランウェイ1、ランウェイ2としておきます。これランウェイ1ですね。長方形もしくは四角ばったランウェイです。 そして長い線のランウェイそして三角形の逆三角形のランウェイですねその他にもまあいろいろ分けられますけども細い線が集まったランウェイもありますし両方が離陸点になっているランウェイもありますこれは細い線が集まったランウェイです重要な拠点に行くときにはこのランウェイを使いますそれからタイプ5ですね、えー、長いランウェイ ですけどもこれは両方が A と B が離陸点になっていますで A の方を見てくださいラッパのように広がってますねそして B の方に近づきにつれて一度細くなってそして B のところでまた広がっていますこれは離陸点が2つあるという意味なんですね右へ行けばギザーエジプトですイースタート左へ行けばいいスタートです当然ですね え、ナスカはギザとイースターとを結んだ線の上にあります。そして、この四角いランウェイにはこうした点がよく見られます。これは位置を正確に決めるために置かれたマウンドなんですね。あれは石積みのところもあります。このように、まあ、位置をしっかりと決めるために、方向をしっかりと決めるために、このようなマウンドを作ったり、石を置いたりします。そして、一つのランウェイから別のランウェイに、あのー、 示すこともあります。こ,れはこういう場合は、それぞれの遺跡に関連性があるということなんです。その例を後で具体的にお見せいたします。一つのランウェイから、また別のランウェイが出ていくということですね。これも後で具体的に例をお見せいたします。それから広いのと狭いの、それから短いの、長いのとありますけども、あの広くて長いのは重要な拠点です。で、これがそうなんですね。中央にあります。グランドクロスと呼んでますけども、 それからこの横にも細いのがありますね。ですから細いから重要でないということもないんですよ長い。長くて正確に遠方の場合は長くて細いので正確に距離を示します。それから短いの長いのがありますが、ここで一つの例をお見せいたします。えー、ティオティワ間のすぐそばにですね、えー、この辺りで最高峰のポポカテペティという火山があります。 向こう側ですね、噴火しております。この中央には怪しげなが穴がありますが、この、えー、ポポカティペティからラインを引いています。これが寸分たがわず、この中央の、えー、グランドクロスの縦線と交わるんですよ。皆さんも一度引いてみてください。両手を和感だとほんのわずかですけど、見た目にはわかりませんけども、エラーが出ます。 そして細かいライ,ライン、ライン、ランウェイがいっぱい集まっているところがあります。これは私一本一本精査したんですけども、この辺りにもありますね。これは万里の頂上へ行くそれぞれのラインが集まっているところなんです。それから古いランウェイと新しいランウェイがあります。当然、下にあるのは古い遺跡へのランウェイ、上にあるのが新しいランウェイ。 遺跡へのランウェイと考えてくださいこれを使いますと遺跡がどちらがフ不利かが簡単に判断できますじゃあなぜ逆三角形があるかということなんですよねランウェイには逆三角形のものが多いですねなぜか理由は簡単なんですねこの出発点に立ってみてくださいだん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 ん視点を下ろしていきますどのように見えるか皆さん自身の目でご確認くださいどんどん降りていきますそして遠方の方を見てみますとご覧になっているように長方形に見えるんですね いわゆるまあ逆三角形ではなくて長方形に見えるわけですこのようにして遠くもしっかりと見えるようにするためにエイリアンたちはまあこういう方法を使ったわけですねそれからランウェイのその 方向をです、ね、正確に示すために、これはアジャンターから来たラ,イブランウェイです。アジャンターの洞窟ですね。ご覧ください。ここのところ、緯度、経度を示しておきますから、アジャンターから引いてみてください。これは平和洋ですね。ンの西3 0キロにある平和洋から引いてきた線ですけども、やはりここにちょんとした印がついています。そしてこれは龍門です。1つのランウェイが2つの方向を示すときがあります。運行と龍門です。 この一つのランウェイですね。ですから、運行と流門は同じエリアによって制作された。すなわち、見分けがつかないということです。同じような例が、例えば、ここにもあります。カフキアンマウンドですね。それから、サーペントマウンドがあります。この カウキアマウンド、サーペントマウンド、それから、ブライスのイタグリオスは一直線、真一直線上に並んでいます。そしてから、いっぱい線が並んでいる。これを先ほどちょっと説明しましたけども、重要な、最重要な拠点に行くときには、この方法を使います。このあたりの線はですね、あの非常にあの重要な拠点に行く火山を示す線が多いんですよ。で、これが、今言いましたように、マウント、ウラ山ンザ行く線です。そして、先ほど説明しましたが、 私が知る限り、これ1本しかありませんけれども、両方の方向を示すラーウェイもあります。これは右行けばギザ、左行けばイースター島です。 そして、重要な拠点を示すときには、二つ、二方向、あるいは三方向、それからカラクルムのように四方向、四本の線が見つかることもあります。両方ともこれは平和用意いく線です。右の方が新しいラインだと思います。そして、それと関連のあるこの線がですね、えー、アテネ、それからラホール通って、いくわけですね。 なあち、これら3つはですね、彫刻で共通性があります。なあち、これらの共通彫刻はエン関与したてという、この証拠にもなるわけですね。必要十分条件、必要条件になるわけです。今言いましたように、これがアユタヤ。この,あの横の線はアユタヤでアユタで、アユタヤでも彫刻が有名ですね。よく知られております。細かい精緻な彫刻ですね。それからランウェイを、長く線を引っ張りますと、一点に集まることがあります。右上から来るのがバーミヤン。 それから、龍門、その上にンン、雲門、雲光ですね、間違いです、雲光です。これは一点で、ここで集まります。このように、関連性のあるランウェイは、というか、異星へのランウェイは集中する。 傾向にありますこれがバックオークスですね。バーミヤンの線を直し延長しますと、バックオークス、すなわちトンコーからの線と、ここで重なります。このようにまあ関連線があるとこ。そして、ランウェイの出口のところには、絵文字って言いますかね。絵による標識があります。これはサーペントマウントから来る線ですけども、出口のところに蛇のマークが書いてあります。こうした例は次のビデオの中でさらに詳しくご紹介いたしますので、見てください。これはパレンケから来る線ですね。その右のところに、 二百数十メートル離れたところに、ここに八鳥の絵があります。パレンケ。メキシコといえば、八鳥、八鳥といえば、メキシコなんですよね。このように、このいろんな線が重なって、あそして、それぞれの特徴があります。この,この辺り、ちょうど中央辺りはああのー、大きな遺跡ですね。ということです。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Haller! This is HiroshiHayashi. Hamama City, Japan. Today's story is about the story of landmarks in Nazca, Peru. Geographies in Nazca. Most of you always wonder what these landmarks are in Nazca. And here I can give you, and I promise you, to give you the answer of these geographies in Nazca. Okay, these are sort of the pictures, sort of line pictures in NASCAR. And you will know the answer at the end of this video. This is Mount Ulawan, the most major important alien's footfall on the Earth. And this line comes from Mount Ulawan. The line runs over this runway like this way. And you can see a very small, uh, strange uh, picture here. And what do you think this is? This is a mountain. See, so this runway, this runway is a runway to go to Mount Uruan, Palenque, Mexico. This is Palenque, Mexico, and this line comes from Palenque, and the line go goes along the edge of the runway like this way. Now you see this is a line from Palenque and you see a very beautiful well-known bird here. Here. Now you know what this is. This is a hummingbird. Hummingbird is a bird in Mexico. So this runway shows the direction to Palenque, Mexico and Serpent Mount, USA. Now, I draw a line from Serpent Mound to Nazca, and you, fi you can find a beautiful runway too, here. This line comes from the Serpent Mound, right? Make sure by yourself. Okay, here you can see another line picture, geoglyphics. And what do you think this is? Of course, this is a serpent, a snake, scurrying snake. And you can see a head here. This is a head, right? So, this line uh, is a line to Palenque and Caliculum. Kingdom Snake. Kingdom of Snake. Or Kingdom of Serpent. The name of the kings are uh, Serpent King or Great King. Uh, so great, uh, Serpent, uh, uh, Scoring Serpent or uh, Great King. Anyway, this is a line from uh, calculum. Okay here you can see also another serpent here because this line comes from Calakrum, Kingdom snake see here is a snake big snake another one so this uh, indicate that this line will take you to Calakrum, Mexico and issue inkyo in japanese china this line comes from Inshu, Inkyo, China. And you see how it runs along with along the edge of the runway. And you can see a picture here. I don't think anybody has realized this yet. This is which uh, what I found. See? See? This is also line picture. On the Nazca. you can see this uh, cap decoration for uh, ancient uh, Chinese people. See, and see. So this line picture in Nazca shows the sort of uh, a uh, cap decoration for Chinese people in ancient China. Mount Uram again. This is Mount Uram again and Nazca. And also you can find a uh, beautiful another pl uh, runway in uh, Uram. There are dozens, uh, a dozen of uh, runway in Nazca to Uram because Ulaun is a major, very important footfall alien for aliens. This is a mound, okay, two mounds. And here you can find another line picture here a spider. Can you see a spider here? Yes, this is a poisonous, very poisonous spider in uh, uh, Papua New Guinea. So, uh, this runway, uh, this uh, uh, spider shows that this runway will take you to Mount Urawan. Also, at the edge of, uh, end of the uh, at the end of the runway, you can find another bird. They say this is a uh, Condor. No, this is not a condor. This is a. Have a look at this as a condor. Okay, different type of bird. Who says this is a condor? Okay, have a look at the tail tail feathers. Right, this is. I what I want to tell you. This is not a condor. Then you may ask me where this uh, bird come from. It comes from. I'll show you this line from Ulam, Mount Urum, very important uh, major footfall in uh, Papua New Guinea, and this green line shows a line from uh, Saladillopasa, uh, Chile, another major football for aliens. So it's us says these birds from Papua New Guinea. They got longer, longer. Uh, Tails. Alright? So, that is not condor. Okay, have a look at these uh, line pictures. Can you see Chinese uh, uh, cap decorations here? No, because that is what I found. Okay? Thank you very much for watching, and now you see what these are aliens on the earth, uh, humanoids who can't read or read they don't, they don't use letters and they uh, use a sort of a picture landmarks and this is why they need such landmarks. Right? Thank you very much for watching and I hope you know I understand what these are. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Bye. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about the story of landmarks in Nazca, Pelu. Geographies in Nazca. Most of you always wonder what these landmarks are in Nazca. And here I can give you, and I promise you, to give you the answer of these. Geographic is in na Nazca. Okay, these are some sort of the uh, so sort of line pictures in Nazca, and you will know the answer at the end of this video. This is Mount Ulawan, the most major important alien's footfold on the earth, and this line comes from Mount Ulawan. The line runs over this runway like this way and you can see a very small uh, strange uh, picture here and what do you think this is this is a mountain see so this runway this runway is a runway to go to mount uran palenque mexico this is palenque mexico and this line comes from palenque and the line go goes along the edge of the runway like this way. Now you see this is the line from Palenque, and you see a very beautiful well-known bird here here. Now you know what this is. This is a hummingbird. Hummingbird is a bird in Mexico. So, this runway shows the direction to Palenque, Mexico, and Serpent Mound, USA. Now, I draw a line from Serpent Mound to Nazca, and you, fi you can find a beautiful uh, runway too here. This line comes from the Serpent Mound, right? Make sure by yourself. Okay, here you can see another line picture and what do you think this is? Of course this is a serpent a snake scrolling snake and you can see a head here. This is a head, right? So this line uh, is a line to Palenque and Caliculum Kingdom Snake Kingdom of Snake or Kingdom of Serpent. The name of the kings are a uh, serpent king, a great king, uh, so a uh, serpent, uh, uh, scoring serpent, or a great king. Anyway, this is a line from Kalakrum. Uh, okay, here you can uh, see also another serpent here, because this line comes from Kalakrum, Kingdom Snake. See, here is a snake, big snake, another one. So this. Uh, indicate that this line will take you to Calicum, Mexico and Inshu, Inkyo in Japanese China. This line comes from Inshu, Inkyo, China and you see how it runs along with along the edge of the runway and you can see a picture here I don't think anybody has realized this yet. This is which uh, what i found. see. see. this is also line picture on the nascar you can see this uh, cap decoration for uh, ancient uh, chinese people. see. and see. so this line picture in Nazca shows a sort of a, a line kept decoration for Chinese people in ancient China. Mount Ulaun again, this is Mount Ulaun again. And Nazca, and also you can find a uh, beautiful another uh, runway in Ulaun. Uh, there are dozens, uh, a dozen of uh, runway in Nazca to Ulaun because Ulaun is a major, very important footfall alien for aliens. This is a mound, okay? Two mounds. And here you can find another line picture. Here, a spider. Can you see a spider here? Yes, this is a poisonous, very poisonous spider in uh, uh, Papua New Guinea. So, uh, this runway. Uh, this uh, uh, spider shows that this runway will take you to Mount Urawan. Also, at the edge of uh, end of the uh, at the end of the runway, you can find another bird. They say this is a condor. No, this is not a condor. This is a. Have a look at this as a condor. Okay, different type of bird. Who said this is a condor? Okay, have a look at the tail tail feathers, right? This is, I what I want to tell you. This is not a condor. Then you may ask me where this uh, bird come from. It comes from. I'll show you. This line from Urang, Mount Ulam, very important, uh, major foothold and. Uh, Papua New Guinea, and this green line shows a line from uh, Salado uh, Chile. Another major football for aliens. So it's us, says these birds from Papua New Guinea. They got longer, longer uh, tails. All right. So that is not condole. Okay, have a look at these uh, line pictures. Can you see Chinese uh, uh, cap decorations here? No. Because that is what I found. OK. Thank you very much for watching. And now you see what these are. Aliens on the Earth are humanoids who can't read or they don't, they don't use letters. And they uh, use a sort of a picture landmarks. And this is why they need such landmarks, right? Thank you very much for watching and I hope you know I understand what these are. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Bye.